谷口書道の川林です。近年、朱印帳を持って御朱印集めをされている方が随分と増えたと思いなりませんでしょうか。販売されるところも昔では仏具店、神屋さん、神社やお寺というところでしたですが、この頃では文具店さんだとか本屋さん、はたまたファンシーショップとかキャラクターグッズ屋さんでも販売されているのをお見受けようになりました。お気に入りの朱印帳を持ってですね、ハイキングや旅行に行かれる方が随分と増えました。お宮さん用とお寺さん用2冊の朱印帳を持って歩かれている方も多くなりました。これはもう本当に御朱印ブームだというふうに思っております。で、私ども谷口書道では随分昔からですね、朱印帳を作っておりまして、近年では年間40万冊を超えるご注文に対応いたしております。神社仏閣の名前が入った朱印帳やキャラクターがついたもの、ツアーの記念品、まだまだですね使われるところは多くなると思っておりますので、ご提案先もたくさんあると思っております。それでは、これから、オリジナルの朱印帳のご案内をしたいと思います。当社のオリジナル朱印帳の特徴は、表紙をいくつものパターンを選びいただくということだと思います。まあ、多くは布の表紙のものと紙表紙のものになります。まず布の表紙のご説明をいたします。デザインデータをいただきましたら、ポリエステル地に熱転写印刷をして表紙を作っていきます。コットンにシルク印刷をするということも可能です。当然お客様がお持ち込みになります、例えば手ぬぐい生地だとか刺繍のある生地、織屋さんがおられた織柄のある生地を朱印帳の表紙にするということも当然可能です。次に紙表紙のご案内をいたします。いただきましたデザインデータに基づいて、コート紙にオフセット印刷を施します。で、紙表紙の場合は直接手で持って歩かれるという商品の性格上、水分や汚れ、擦れから防止するために、PP のフィルムを巻くという形で表紙を作ります。その他いただきましたらですね、木の板材であるとか漆塗り、シルク印刷を施した和紙である友禅紙だとか、いろいろなものを表紙にすることが可能でございますので、ぜひご相談ください。次に中紙のご案内をいたします。私ども長年書道用品を作ってまいりましたノウハウを生かしまして、墨のにじみ具合や発色にこだわりました伊予の宝書紙を使っております。墨の裏写りを防止するために2枚の宝書紙を袋閉じにして蛇腹折りにしております。こういう作り方をしておりますので、まだ機械化がなされておりません。まさに職人技であります。で、その中紙をたくさんですね、早急に対応するためにたくさん作って在庫をしております。中ページの印刷も可能です。神社仏閣の遊園縁起説明などの他にもですね、この頃は案内の説明文や地図を印刷されるパターンも増えてまいりました。まあ和紙ですから4色に印刷をした場合の発色は若干弱いかなという雰囲気はございますが、これも和紙の良さだと思っております。周辺商品のオリジナル生産もいたしております。包装やビニールカバー、スリーブ、はたまた巾着なども生産いたしております。お客様が分かりやすくご注文していただくためにホームページに詳しくご案内をいたしております。簡単にホームページに沿ってご案内いたします。先ほど来申し上げているような説明資料をダウンロードしていただいて自由にお使いいただけるようにしてございます。さて、ご覧いただきたいのは自動見積りのページであります。表紙のオフ表紙やサイズをお選びいただく
放送形態を選びいただくというようなことで、大抵の場合、簡単に自動見積もりができるようになっております。で、ここにない項目、例えば中紙に印刷がしたいだとか、中紙の大きさを変えたい、ページ数を変えたいというような場合もおっしゃっていただければすぐにお見積もりができるようになっております。これで当社のオリジナル朱印帳にご案内を簡単にいたしました。2013年に20年に一度の伊勢神宮の式年遷宮、60年に一度の出雲大社の遷宮が重なりました。令和に改元される時にも随分と大きな御朱印ブームの盛り上がりがありました。お気に入りの御朱印帳をお持ちになってですね、御朱印を集められる方、特に女性を御朱印ガールと呼ばれるようにもなりました。随分と盛り上がっております。まだまだ、ご提案していただける先はたくさんあると思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。